せーの、カットちゃんです。デリーン、今日はトレーニングウェアでございます。自粛中にね、ダラダラしすぎてこのたるんだお腹とね、お尻、そんな体にムチを入れていこうかという予定でございます。隣に猫背な人めっちゃ来た。ごめんなさい、ちょっと数えてなかった。いや違うよ。60だね。86。うわー、やばいんだけど。ピエン。友達でトレーナーの上野さんにいろいろ教えてもらうと思います。上野さん、はーい、ハロー。上野さんがやってるジムは、東麻布にあるシルバーバック東京というめちゃめちゃおしゃれな場所にあるおしゃれなジムでございます。ジムには白檀っていうかわいいパグちゃん、フレンチブルドッグです。フレンチブルかかわいい。で、結構上野さんのインスタとかもね、後で概要欄とかに載せると思うんだけど、ダイエットとかその筋トレの情報とかもいっぱい発信してるから、まあ詳しい情報を知りたい人はそっちも見てください。上野さん、はい、加藤の印象は？ごめん、ちょっとこれ何が正解？可愛くて品があって、おしとやかで。わかりました。もう一回聞いてもらっていいですか？あ、わかりました。上野さん、加藤の印象ってどんな感じ？まあ、なんか可愛らしい子だなと思うんですけど、うん、おしとやかではないですし、女らしいっていうところも特にないですし、ただまあ元気があって明るい子だなと思います。にゃっそ。これぐらいのサイズのフェイスタオルを皆さん準備してください。はい。タオルをサイドにこうぐーっと引っ張るようなイメージで力を入れたまんま頭の後ろにぐーっと下ろしていきましょう。はい、めっちゃ伸びる。はい、肩甲骨の動きをしっかり出すためにこれまず10回いきましょう。はい、3、2、4、2、下げていくときに少し肋骨がこうぐるっと開いていくイメージを持ってですね。あ、めちゃめちゃ伸びてます。普段猫背だから。そうですね、普段多分テレビ家で見たりスマホ見てたりすると猫背になりやすいので、それで少し背骨と肩甲骨の動きをしっかり出してあげます。隣に猫背な人めっちゃ来た。めっちゃ猫背な人。どの種目も2セットずつぐらいでいいと思います。まずバンザイ、これもタオルをちょっと持っていただいて、で少し肩幅ぐらい、まあ、しゃがみやすいよ足幅で大丈夫です。はい。で、つま先やや開いてもらって、はい、バンザイしたまま下に伸びます。これで回ったらそのまま真上に上がります。これ前に倒れないようにしてくださいね。はい、このまま真っ直ぐ上半身も起こしたまま回した。はい、上げます。あー、1、いいですね。2、どうぞ。もうちょい足開いてもいいかもしれないです。はい、大丈夫です。そのまま行きましょう。4、ね、5、6、今もう一回横向いてもらっていいですか？はい、はい、上半身はなるべく立てたままですね。骨盤が前に倒れないイメージでまっすぐ上げてください。あ、そうそうそう、それでもいいですよ。の9、10、はい、OK。
マウスを下げます。起こします。はい、1、あ、いいですね。2、3、4。後ろ足もちょっと遠くに、あ、遠くに、はい、6、そう、いいですね。7、これお尻とももの付け根のあたりを意識しながら上げていきます。15、16。はい、あ、足は遠くに伸ばすイメージね。10枚なんか
と。まずこの足もくん、はい、毎日じゃなくてもいいですけど、うんうん、1回に1回とか3日に1回やってあげるみたいな。なるほど。もし時間があったら毎日やってもいいの？やっても大丈夫ですね、これぐらいであれば。これなら毎日できそうかも、一人でも徐々にね。うん、上野さんありがとう。はい、全然ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。キュッとしたくびれになるから。おいて。あれ？最後まで見ていただきありがとうございました。グッドボタンと